林桜は、日本のタレント、グラビアモデル、レースクイーン。東京都出身。いいスマイル所属。愛称は、桜ちゃん。1989年12月10日、東京都で生まれる。父親は、ボディービルダーの林勇酒井。姉が一人いる。2006年、スパイラルプロモーションに所属。雑誌のプレゼントモデルで、 グラビアデビューを飾ったが泣かず飛ばず、2008年9月、プラチナムプロダクションに移籍。2009年4月から、東京ヤクルトスワローズのダンスチーム、スワローズウィングスのメンバーとして1年間活動する。チームの同期には後に TBS アナウンサーとなる、林美奈穂がいたが、他メンバーからは2人をまとめて、リンリンと呼ばれていた。2012年、スーパー GT。 アータ・ギャルズの一員として、レースクイーンデビューし、2014年まで3年連続で担当。この時期には、雑誌、ゴルフ・トゥデイのイメージがあるユニットにあたる、GT ・バーディーズに参加。またミス・ユニバース・ジャパン2013の東京大会にも出場したが、受賞はならなかった。2015年、プラチナムの後輩にあたる欄から引き継ぐ形で、 ディーステーションフレッシュエンジェルズに就任。スーパー GT とスーパータイスーパーフォーミュラの3カテゴリーにおいて、スケサキあり、日の霊イ清瀬町とともにライブパフォーマンスを行った。この年の日本レースクイーン大賞では、南香織がデザインした、フレッシュエンジェルズのコスチュームが、コスチュームグランプリを受賞している。2016年1月の東京オートサロンでは、藤井み 中村かなえと共に剣馬タイヤブースのコンパニオンとして出演。そのオートサロン期間中の1月16日、同年度のレーブリッグレースクイーンに選ばれたことが発表された。プラチナムプロダクションとしては初、かつ、歴代唯一のレーブリッグレースクイーンでもある。また、同年6月には、レッドブルエアレースワールドシリーズの2016年、 千葉大会にて、レースクイーンとして、ナイジェル・ラムのチームガールを務める。漫画雑誌、ヤング・キングの表紙、関東グラビアや、テレビ東京の深夜バラエティ番組、じっくり聞いたロースター近況報告への出演も、あった。2017年は引き続きレイブリーグの RQ として、活動する一方、6月3日から4日に開催された、 レッドブルエアレースワールドシリーズの2017年、千葉大会でエアレースクイーンとして、クリスチャン・ボルトンのチームガールを務め、特別賞を受賞した。また10月13日から15日の WEC 世界耐久選手権、富士6時間レースでは、レイブリッグで共働きした原こと和や、同じ事務所の村上マリマラと共に、WEC グリッドセレモニーガールを務めた。 翌2018年と2019年も WEC グリッドセレモニーガールとして和服姿を披露している。2018年1月12日から14日、開催の東京オートサロンをもって2年間務めたレイブリッグレースクイーンを北川美子に譲る形で卒業。前年12月に28歳となった林はレイブリッグを最後に r 級引退を考えていたが、2017年度の日本レースクイーン大賞で特別賞を受賞したことで大きな挫折を経験する。やっぱり人によっては広角だと思われるんです。自分の中でもあまりそういう経験をしたことがなかったんです。上がってから落ちるという初めての感覚というか、それを学んでこれが挫折なんだなと思って。皆が、 こんなに応援してくれてたんだって知ったし、2018年度は全部を見返したいって、壇上で特別賞を受賞した瞬間に泣きながら来年はグランプリを取るって言って、そこからスタートしました。と心に誓った結果、同年2月1日、D ステーションフレッシュエンジェルズの同年度リーダーとして3年ぶりのフレーン復帰を果たし、引退を撤回した。 日本レースクイーン大賞グランプリ受賞のトロフィーを抱える林桜このフレーン復帰発表と同時に、林は9年半近く在籍していたプラチナムプロダクションを退所。同年3月2日の自身のブログにて、いいスマイルへの移籍を発表した。またこの年は、近藤レーシングラフィにレディーとして、スーパーフォーミュラのレースクイーンにも就任。 以後2019年2020年と3年連続で、今井緑と共にラフィにレディを務めた。そして、平成時代最後の年明けとなった2019年1月12日、東京オートサロン2019で開催された、グッドライド日本レースクイーン大賞20189代目グランプリを、歴代最年長の29歳で受賞。 イースマイルにとっては2012年のスケ、サキアリ以来、6年ぶりのグランプリ獲得となった。同時に、沖縄カスタムカーショーアワードも受賞し、2019年1月26日から27日開催の、沖縄カスタムカーショーイメージガールを、フレーンで共働きした、宮本里夫と共に務めた。2019年2月18日、 戦術の宮本と共にフレッシュエンジェルズを続投することを発表。前年同様リーダーを務める。また同年の D1 グランプリでは宮本や小越ししほみ、清瀬町、有馬彩香と共にバレのガールズを務めていた。同年12月26日、13年間の芸能生活において初となるソロ写真集作を発表。自身曰く、 最初で最後の写真集と銘打っており、発売した 3A にとっては、社名変更後発のレースクイーングラビアモデル単独に、よる写真集となる。2020年2月25日、通算4度目のフレッシュエンジェルズのメンバーになると、同時に、それまで、南明が担当していた D ステーションの、イメージキャラクターを引き継いだことが発表された。この年のスーパー GT では、 GT300 クラスで D ステーションがパシフィックレーシングと組んでパシフィック D ステーションレーシングとして参戦したがスーパー耐久ではそれに伴う r 級チームの合併統合は行われず引き続き D ステーションフレッシュエンジェルズとして公式イメージガールを務めているだが同年に入って蔓延した新型コロナウイルス感染症の影響で S 隊は 当初の予定より半年ほど遅い9月の開幕となり、フレーン自身もマスクをしながらの業務が目立つようになる。そして年をまたいだ1月23日から24日の延期が発表されていた鈴鹿サーキットでの最終戦が中止となる事態で2020年度のシーズンを終えた。また戦術のラフィニー・レディは同様の理由から同年度のメンバー発表が遅れる事態となっている。 2020年9月、4年ぶりに復活する、東京オートサロンの公式イメージガールユニット、A クラスの2021年度メンバーを決める、セレクション30名の中にエントリーし、同年10月5日、ファン投票の結果により、メンバー5名の中に選ばれたことが発表された。オートサロンのイメージガールを務めるという夢は、プラチナム在籍中の2013年から抱いており、 クレーン時代の2015年夏頃に2016年度メンバーのオーディションを受けたが最終的に落選したという過去がある。だが戦術の新型コロナウイルスの影響が続いていた関係でこの年の東京オートサロンは幕張での客入れ開催を断念。並行準備していたバーチャルオートサロンのみの開催となってしまった。2021年3月5日、スケ。 先きあを抜いて、最多5度目となる、フレッシュエンジェルズのメンバーに選ばれたことを発表。この年は、ウェッズの RQ に転じた、霧島聖子に代わり、小田学美奈が加入したのみで、6人全員続投という、事態は回避された。ちなみに小田とは、同年のスーパー GT、近藤レーシング、リアライズガールズでも共働きする。また、これにより林は4年連続の、 スーパー対休公式イメージがあるとなり、歴代では安江瞳と並ぶ一位体の記録となった。東京オートサロン2016にて、ケンダタイヤブースのコンパニオンを務める、2016年1月16日、雑誌ブログ動画。ありがとうございます。